はい、どうもこんにちは、しがぶです。妖怪ウォッチバスターズやっていきたいと思います。いきなりね、青鬼戦ですけど、まあ、今回はちょっとストーリーラストに行けたらいいかなと。これで多分ストーリーは今のとこ全部埋まっとるんじゃないかな、その分岐のとこも含めて。よし、青鬼もだいぶ使いできた。で、相手がね、ちょっと、ね、水属性の青鬼なんで、今回は駒次郎つけてきてます。連れてきてますけど、レベル24ぐらいかな。やっぱ水の攻撃をね、バンバンしてくるからね。ちょっとジマニアンやったら怖いかなと思って。今んとこはちょっと順調に戦えてます。あー、これシャボン玉。あー、滑る。雷が結構効くんで、100ぐらいは与えてるんで。冷徹の金棒、あれは食らったらひとたまりもないな。必殺技もたまったんで、ああ、はい、よかったよかった、当たった。ああ、ちょっとこれ、あれどこ行った、向こうか。なんかね、隅っこにね、行くんだよな。ジー玉来た。おお、爆弾が危ない。ただ、ジー玉が滑って取れない。ジー玉、頼む。ジー玉。よし。うわ、向こう行った。シャボン玉に爆弾入れてるなんて。うわあ。どうした、どうした。目的達成。オレンジコイン。あ、まだあと1個あったな。最終までにあと1個、このここの最終がドンドロだけど、その前に1個お命いただきます。命取りを倒せ。よし、行ってみるか。あ、赤鬼、赤鬼がやられた。吸い取られとる。見るからに凶悪だこれ。命取り。今回のミッションはわしからの試練だ。わしの自慢の弟子命取りに勝て。さらに制限時間10分。あ、急ごう。制限時間がちょっと短いんで急ぎましょう。隕石の術来た。ちょっとね、初めて戦うんで、まだどういった攻撃か分かんないけど。また隕石の術来た。あー、食らった。楽しくなってきたと言ってますね。あ、逃げやがった。思った以上に強いの。これはたまらんわい。逃げた。ただ制限時間が今回短いから、ちょっと早い追いかけよう。ちょっと時間ないんやから。時間がないんやから。これどこ行きようの。皇帝でか。はい。OK。よし、本番。
おい、ダンベルこれ何キロこれ？300トン？やば。隕石で突っ込んで、ちょっとあれかな、後ろにも落としてくるか。あー、後ろにも落としてくるな。おお、本気か。うん、何これ。あー、大車輪か。これ嫌だ。これはもうちょっと離れてた方がいいな。無理せんで離れてた方がいいわ。見回り鬼か。必殺技溜まった。また大車輪か。ちょっとこれはもう無理せんで様子見ます。まだ時間ある、まだ時間はあるから落ち着いていこう。ん？地面から岩？あの岩何かに使えるかもしれないの。なんだこの岩。残り5分、まあ、時間的には余裕あります。大丈夫っしょ。鬼が来るぞ。あと20秒。ちょっと待て、なんやそれ。ちょっと待ってくれ。何が始まるんだ。よし、勝った。命を倒した。うわ、2000円もらった。よし、帰ろう。まさかこの場合が弾を取り損ねるとは。ほほほ、命取りから一本取るとは成長したの。またバトルしようや。いつでも付き合うで。よくやった。よくやったぞ、お前ら。さあ、戻ってこい。集めた鬼玉、2085。結構いただいたな。ポカポカの塊。はい、ということで、はい、指令室へ帰ってきましたけど、まあ、これで、最後のドンドロまでは全部埋まったと思うんで、まあ、次回、ちょっと挑みましょうか。はい、ということで、今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。